アルタマンです。さあ今日の動画は転生グレートドラゴンのレビューをしていきます。早速強さを見ていきます。力188、素晴らしい。キラーマジンガー、そして炎の精霊を上回っております。さらに素早さ196、速い。身の守り207、硬い。ヒットポイント910、強い。まさしくもグレートなドラゴンとして完全に生まれ変わっております。最高。グレートドラゴンの魔物スキル見ていきます。まずレベル15、偉大なる竜ですね。戦闘開始時に発動するスキルとして、媒師、スカラ、そしてバーハですね、でピオラということで、ブレス耐性を上げる効果がつきます。まあ、とはいえブレス吐いてくる敵思い当たるのを水の精霊ぐらいしかいなくてですね、なんでこれっていう感じなんですけれども、で自分の魔物スキルのチャージタイムが 20% 溜まって、でこれ2ターン目以降ですねに関してはバイシオンと CT10% ダメということで、まあ、非常にね、ドラゴンらしいいい効果だなというふうに思います。で、さらに、とどろく方向ということで、攻撃特技が発動されると、180% の攻撃。で、これ敵全体ですね。で、50% の確率で、ルカニとボミエがかかりますということになります。これ、カイザードラゴンがね、休み不要ということになっていたんですが、それの、まあ、ちょっと効果が違うバージョンですね。並べて使っても面白そうだなというふうに思います。で、ピンチスキルを持っています。ピンチに竜の輝く息ですね。ピンチに竜の輝く息は、ピンチ状態になったらヒットポイントを300回復して、氷ブレスの攻撃と。で、敵全体で自分のチャージタイムが 20% 溜まるということでね、まあカウンターもできますよということになっております。で、さらに、まあレベル6ですね。まあ黄金の巨体ということで、通常攻撃がヒットすると、スカラとバーハがかかって CT が 10% 溜まりますが、これ、ブレス耐性上がって意味あんのっていうね、のが正直なところです。それだったらバイシオンくださいよっていうのが、まあ、自分のね希望だったんですが、で、さらにこのレベル30、これ見た時に目を疑いました。息耐性上昇の効果が5つか波動で消されなくなる。だからなーにっていうね。これ上がってもしょうがないんじゃないのっていう話ですね。まあ、キメラとかね、あとはサラキャンサーの吹雪がありますけれども、そもそも、まあ、今、メイデンドールも見かけないような状況になっていますので、まあ、ブレス攻撃自体がね、環境から姿を消しておりますので、この効果は誰に向けてやってるものなんだろうというところですね。で、あとね、魔物スキルが、きらめく光のブレスですね。光ブレスによる攻撃で、65% で混乱ということで、これ、キングヒドラの、まあ、いきなりね、蛇竜の方向だっけ。まあ、キングヒドラが 50% でね、戦闘開始時に、混乱させることができるんですが、それよりもさらに 15% も高い確率で混乱できますと。さらに、自分の攻撃力をさらにここでね、20% も上げてくれますので、まあ、とりあえずね、まあ、攻撃力、荷上げ状況、上昇で殴ることができるというところはね、まあ、強いかなと思いますが、まあ、この手のスキルですね、まあ、グレートドラゴン、まあ、素早いとは言ってもですね、一回発動した後に果たしてこの攻撃力荷上げ状態で殴れるんですかという点がね、付きまとってしまうのが難点ではないでしょうか。グレートドラゴンのサブスキル見ていきます。グレートドラゴンは槍専用スキルをセットすることができます。槍専用スキルといえば魔性爆走かなというふうに思いまして、今使っておりますが、これはね、バイシオンがかかってから余属性で殴るよというものになりますので、まあ、攻撃力がね、上がったとしても、まあ、ちょっとね、極流打ちなどで下げられてしまう可能性が十分にありますので、その状態をケアすることができるということになります。まあ、あとはね、疾風竜神好き、まあ、これはね、一回しか使えませんけれども、まあ、これもね、なかなかいいスキルかなというふうに思います。あとは、神器アイシクルスラストですね。これ持ってる方はね、今、煉獄天魔。これは、今大会においても、重要視しなければならないモンスターだと思いますので、その、煉獄天魔をある程度、まあ、枯れるというかね、大ダメージを与えることができる打点があるということになりますので、まあ、アイシクルスラストもなかなか良さそうだな、といったところですね。水の精霊には攻撃が通らなくなるというところには注意が必要かと思います。あとは、槍の補助特技ですね。あんまりこう、実用的なものがないのかなという印象ですね。とりあえず、竜神双撃をつけておりますが、まあ、この竜神双撃をつけるような局面で、ヘラトスとボミエが入って果たして有効に働くんでしょうかっていうのがね、
気になるところではあります。まあその他見てみてもね、雷光騒乱撃、まあこれね、デインの 120% の4回攻撃でデイン耐性下げるよっていうのがあるんですけれども、まあこれあんまり威力自体がね 120% で強くないというところもあります。あとはね、まあ無限好きもまあ面白そうだなとは思うんですけれども、 CT21 秒と、でそれだったらもう魔性の嵐使ったらどうっていうね、そんな話にもなってきます。なのでこの高いね攻撃力、そしてバイキルと攻撃力上昇2段階上げの状態で扱えるスキルがちょっと乏しいのかなというところですね。白虎山とかをつけてもね、まあ面白いかなとは思いますけれどもね。であとはここのね攻撃特技の B ですね。まあこれグレートドラゴンは攻撃特技を発動するとね、まあ先ほども説明しましたが、まあ追撃がね発生しますので、まあその追撃狙いで行くのであれば、まあ A ランクのスキル打ちたいところではありますけれども、きらめく光のブレスを打って魔性爆走 B ランクのスキル A というような形でねスキルを打つのがまあ丸いのかなといったところですね。グレートドラゴンの耐性を見ていきます。まず状態異常耐性ですが、休みと麻痺が20丸で、混乱転倒が丸ということで非常に優秀な耐性を持っています。特に最近炎の精霊の呪文型ですねに警戒していて、この転倒耐性が丸というところが非常に効いてくるかなというふうに思います。あとは転生モンスターですねは何らかの耐性が極みになっています。なんとチャージタイム減少耐性が極みになっているので非常に心強いと言えるでしょう。あとは攻撃力ダウンとね素早さダウンにも耐性がありますので、ストラキャンサーのね、攻撃力ダウンを付与してくる効果なんかを、まあ、対応することができますということになります。あとは属性耐性はメラ耐性ですね。メラ耐性ドラゴン系効かないので、まあ、20丸と。で、ギラヒャトドルマ、が丸ということになっておりますので、このあたりのね、属性って最近闘技場の環境では非常によく見かけるので、それに対する耐性があるのは素晴らしいということになりますが、イオとね、ジバリアには弱いということは気をつけなきゃいけないということになります。それでは、グレートドラゴンさんが戦っているところ気になりますよね。見ていきましょう。ということでグレートドラゴンの転生をレビューしていきました。まとめますと、物理攻撃とブレス攻撃が得意なアタッカーであるということと、非常に高い属性耐性そして状態異常耐性を持っていますということがね、強みだと思います。ただし初動で出る技っていうのがブレスなので高い攻撃力を活かしづらい
っていうのがちょっとデメリットとして重たすぎるのかなという感じがします。正直ね、混乱できるというのと、光属性のブレスって珍しい攻撃ではあるものの、今のなんというか煉獄天魔とかね、あの辺には光ブレス通りませんし、ね、属性耐性というか、まあ、系統のね相性も良くないので、グレートドラゴンをこの大会に投入できるかというと非常に危険な賭けになるのかなという感じはしますが、自分はグレートドラゴンめっちゃ好きなんで、なんとかそこ無理を通してみようかなというふうに思っております。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。